そこはもう当たりだと思いますね。ね、今日の配信はもう5分までに抑えようと思って。これが今の状況です。すいません。
みなんやけど、の提案としてもうちょっと内陸部の開発進めた、すいませんね、ちょっと暗めに。まあこういうことです。
今調べた14時10分ですね。あと12分で到着予定ですね。結構大変。こういう状況ですかね。まあね、いろいろ。ね、今電光掲示板に乗ってる三辺の場面に行ったら160。もしわからなかったらみんな画像撮ってください。もう初めて測った時、まあ、最後今年コロナでみんな、うん、旅行自粛したからね。もう本格的に始めた8月ってことで、ってことで、ほんでもし怪獣とか来てキャリーバッグとか大きな事態になってもね、うん、まあ持って行っても構わないんやけど、最低限のものは持ってて、身分証明書と印鑑は不要や、もういいと思う。身分証明書と最低限の筆記用具、通帳と財布持って行ってくれたら大丈夫。現地の、うん、そこらに売ってる店の、うん、人たちも安くしてくれれば、普段は1万円の、うん、袋にも、うん、大手並みに2000円か3000円に抑えてくれるか、まあ、抑えてくれればそういう対策でってるんやねえ。今の消費家庭でさあ景気兆候を設けようって、でもこれは安倍晋三に弱さ反抗されたんや、まあ、保護されたみたいな。ああ谷垣さんがですね、忘れてるよ谷垣さん、お前ら忘れてんぞ、あの件よくもはめやがったな、不正選挙してなん、また自民党会議室知ってるぞ、本当に笑いことないからな。いくらあなたがあんな体が不自由な立場にあるの変わらんからね。まあというわけで体の不自由言われてなん、あんまり特別扱いしたらあかんねん。妊婦の方っていうか、まあお腹膨らむ何に関してはいいんや、配慮はしていいんや、そういう場合は。もし避難する際はもう意識は同席、そういうの探してね、もし出産に立ち会うんやったら。今やったらご案内いたします。ではこの電車見ての楽しみ。ではここでお別れで。